はい、皆さんこんにちは。今回は数学と哲学における厳密さということでね、語っていこうと思います。で、まあ、数学はね、厳密なイメージがあるんですけれども、まあ、以前にも言いましたように、哲学的には突っ込みどころもあるわけですよ。まあ、例えば数だとか集合だとかいった抽象概念は果たして実在すると言えるのか、まあ、これも哲学的には疑えるわけで、で、まあ、それらが存在することも暗黙の行為だと、まあ、考えることもできますけれども、まあ、仮にそうだとしても、またね、論理だって哲学的には疑えるわけですよ。まあ、デカルトなんかはね、まあ、そういう議論もしますし、で、その正しさも暗黙の行為であるとしても、まあ、そのようなものによって立つその、まあ、数学というものそのものが妥当かどうかも疑わしいと、まあ、そういう議論もありえますよね。で、まあ、その妥当性もまた暗黙の行為であるとも考えられますけれども、まあ、こういうふうにして、まあ、こうした、ね、暗黙の行為の系列というのは無限に続いていくわけですよね。で、まあ、こういうのを疑い出したらキリがないわけですよ。まあ、どこまで行っても、ね、まあ、疑い出したらキリがないということがあって、で、まあ、これと、ね、ちょっと似たような議論としてね、まあ、ルイス・キャロルというね、まあ人が、まあ、不思議の国のアリスという作品の中で、まあ、述べている議論があって、でこれはまあ、前提 A があるとします。まあ、これいくつかの、まあ、一つの命題でもいくつかの命題であってもいいんですけども、まあ、前提 A があって、まあ、それをもとに推論規則 X によって命題 B が、出てくるとします。ということは、まあ、これ、まあ、A からその規則 X によって B が出てくるということなんですけれども、でここにもね、実は暗黙のギャップがあるんじゃないかと。だから それはどういうことかというと、 A と X が成り立つならば B という、これはこういう暗黙の推論規則が必要なんじゃないかということですね。まあ、この推論規則を X2 としましょう。でもこれで終わりというわけではなくて、さらに A と X と X2 が成り立つならば B というこの推論規則もこれもまた必要になると。まあ、これを X3 としましょう。だけどそれでも終わらなくて、さらに A と X と X2 と X3 が成り立つならば B という推論規則、まあ、これを X4 としましょう。まあ、これも必要になるわけです。で、まあ、以下こういうことは無限に続いていくわけですよね。で、どこまで行ってもギャップは埋まらないと、まあ、そういう不完全性が論理にはあるというふうな、まあ、そういうふうな話が出ているんですよね。で、この議論についてはいろんなことが言われているんですけども、まあ、考えようによってはそうした不完全性が、まあ、論理の中にあるとも言えるわけですよ。まあ、またそういったね、論理という枠組みといいますかね、まあ、論理というもの自体も哲学的には疑い得るわけです。そうですね。はい。で、まあ、哲学では、まあ、例えばデカルトの方法的会議ですかね、方法的会議では、まあ、論理や数学を含めた思考一般の正しさを、まあ、疑っているわけですよ。で、さらにそこで不動の真理とされたコギト・エルゴ・スムにしても、まあ、さらに疑う議論というのは、まあ、あり得るわけです。で、まあ、こうしてみると、まあ、哲学こそ数学以上に厳密であるというふうにも考えられるわけですよ。まあ、でもね、しかしね、デカルトの方法的会議であるとか、まあ、さらなる会議的思考よりも、まあ、数学の精密な証明の方がより厳密さを感じさせるという、なんか不思議な状況もあるわけですね。まあ、デカルトの本を読むよりも、なんか数学の、なんか、まあ、精密な証明をね、こう見た方が、なんか厳密さというのはね、やっぱり感じたりするわけですよ。だから、そうしてみると、どうもね、厳密さのイデアというのは哲学よりも、まあ、ある意味で非厳密、厳密でない、まあ、非厳密なはずの数学という場により純粋な形で現れているということもあるわけですよね。だからね、おそらくその、まあ、イデア界にある源の数学も源の哲学も、まあ、厳密さのイデアと一体であるには違いないと思います。で、そのイデア世界から、まあ、影であるこの世界に降りてくるとき、厳密さのイデアの表現は分岐して、だからまあ哲学においては 哲学的厳密さ、数学においては数学的厳密さとして現れている
ことになっているんじゃないかなと、まあ私なんかはそう思うわけですよ。だからまあいわばその哲学においては、表に見える形でその現実さというのが現れて、で数学においては、まあ、ある意味 見えにくい形で、しかしその分感性に訴えるようなあり方で現実さが現れているということはあるかなと思いますね。だから、まあ、この世界におけるイデアの現れ方というのはそのように分岐した形になっている、なっているのかなと思いますね。だからこのようにして見てくると、まあ、世界はイデアを分岐させる、プリズムなのであるということが、まあ、言えるかなと思うんですけどね。まあこう厳密さ厳密さと言ってきましたけどね、まあそもそも厳密さというのが必ずしも数学の本質であるとは限らないと、まあ、私なんか思ってるわけですよ。で、まあ、数学の本質はむしろある種の、まあ、優しさなんじゃないかなと、まあ、思ってるわけなんですね。これも以前にも何度もとなく言いましたけどね。でもっと言えば、まあまあ、優しさもそうですけど、もっと言えば、まあ、数学の本質はもう源の数学それ自体、さらにはそれと一体である幸いそれ自体が本質であるとも言えるわけです。まあ、そう私は思ってるんですけどね。まあね、要はね、究極的には数学は数学だとしか言いようがないという、まあ、そういうところまで行き着くかなと。で、まあ、こういうことはね、数学に限ったことではなく、まあ、哲学についてもそうだし、まあ、その他何にしてもそうなのだと思います。だから、つまり、X は X だとしか言いようがない。というね、まあ、この X にはあらゆるものが当てはまるわけです。だから、まあ、その X の数だけ幸いに通じる道があるということで、まあ、そのこと自体がまた幸いなのだと思います。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、今回ね、数学と哲学における厳密さということで語ってきましたがね、まあ、今回の動画が参考になったという方は高評価、チャンネル登録等よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。